オーケー、実験その2。ヨーヨーだ。行くぞ。何を仕込んでやがる。一体なんでできてやがる。俺の兄貴に特注した超合金ヨーヨー、重さ50キロくらいあるから、食らったら効くぜ。くそ、遠心力と重さでとんでもねえ攻撃力になってやがる。奴は俺が特定の攻撃を仕掛けた時必ず右側が開く。ヨーヨーを奪い、奴の両手をフリーにすれば、その癖は必ず顔を出す。正気、そこだ。よし、あばら粉砕コース。あれ、ヨーヨー2個あるって言わなかったっけ。うわ、まだ意識あんの？おっさんさ、蹴るとき反対側の腕のガード上がるよね。自分で資格増やしてるようなもんだぜ。その資格を利用してヨーヨーを取り出し攻撃したってのか。それじゃあお前の防御の癖も。左足のミドルを誘うためのフェイク。1個目のヨーヨーを離したのも。おっさんが何か手に持って投げてくるの分かってたからね。アカンパニーで仲間から離れたのは、1対1を意識させて周囲への注意力をなくさせるため。信じられねえ、今の短い攻防で3つも罠を仕掛けやがるとは。3つ？冗談だろ。動き全てが罠だぜ。